こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。ブラシですね。僕は、エドシグペンに習ったんで、僕はこう普段こうするときこうやってやってるんですね。なんでこういうふうにやるかっていうことなんですが、これめんどくさいんですね。アクセントをつけるときは結局手を起こさなきゃいけなくて、やっぱりこういうふうにこすってても、こういうふうに持ち替えて、親指でこう押さえつけるね。こっちはこう結局ひっくり返してこうやって叩かなきゃいけないんですね。でもこっち持ちだとブラシというのは音量を変えるときに、音量とかその音圧を変えるときっていうのは、基本的にこう短いパルスでこう擦ってると音はちっちゃくて、同じ時間で長い距離を演奏すればスピード感も出るわけです。で、なおかつこの体重を乗せる、この擦ってる面がこんだけの角度よりもこうべったりとこういうふうにいった方がね、この方が音は音圧は強くなるわけです。で、こっちってこの人差し指と親指の間にこう、親指と人差し指の間にこう挟まってて、でこの2つが上に乗ってるので、この体重を乗せるだけで簡単に、こう拍単位でこの音色を変えることができるんですね。でこっちだと親指だけしか乗ってないので、ものすごくそれが難しいということで。では細かいニュアンスの左手の擦るようなものを出したければ、どうしても指は上に向かないとうまくいかないということですね。普通は普段はこのように擦ってるけど、一旦アクセントになるとこう指を返すということですね。この指の返し方がこう分かってくると、かなりこのニュアンスがたくさん出せますね。こっちに行く時も結局はこっから外さなきゃいけないんですが、でもそれをこの動力を押して有り余るほど、この手の甲を上に向けるっていうのはやっぱりメリットがあるので、僕は使ってるんですね。まあ最初のうちはこの音の部分は、この左手の音の部分は、まああんまりこう変化をつけなくても、まあ多分つけてる暇がないと思うので、最初の人は全然これでいいと思います。まあどっかのタイミングで自分がこうしたいと思ったら変えたらいいんじゃないかなと思います。僕はエドシグメント出会った時にこうしなさいと言われたので、何の疑いもなく「はい、そうします」と言ってやったわけでの話なんですが、ということでございました。今日もご視聴ありがとうございます。役に立ったという方はいいねのボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。毎日、ジャズのですね、ジャズもしくはドラムの内容とかのメールマガジンをお送りしている、ドラムのメールマガジンがありますので、よければ、詳細欄から登録してみてください。ありがとうございました。